メコ200型フリゲートは、ドイツのブロームーント、フォス社によって設計されたフリゲート。メコ型フリゲートの系譜に属し、これまでに最も多くが建造された管型である。メコ200型は、先行するメコ360型の合理化、小型カバンとして開発された。メコ360型は、メココンセプトの初適用例である。メココンセプトとは、多様な顧客に対して、 より安価に、かつ彼らの要求に応えたフリーゲートを提供することを、期としたもので、綿密な配慮のもとで設計された船体に、モジュール化された装備品を搭載していくという方式をとっており、顧客は自らの要求に応じて、モジュールを選ぶことによって、カスタムメイドのフリーゲートを手にすることができる。このコンセプトは非常な注目を集め、すでにナイジェリアとアルゼンチンが導入を決めていた。 しかし、メコ三百六十型は、やや余裕を取りすぎて、船体設計に合理的でない部分があり、そのために運用コストが高くなっていると考えられた。このことから、これをもとに合理化を進めて小型化したものとして、開発されたのがメコ二百型である。とはいえ、フォークランド紛争の戦訓を取り入れた、高換性強化などの性能向上策を盛り込んだことによって、 排水量は増大を続け、最新のメコ200型であるメコ200アンザック型では、ついにメコ360型よりも大型となっている。本型の設計は基本的にメコ360型を踏襲しており、中央線路型の船型と V 字型の煙突が外見上の特徴である。線路後部は関西ヘリコプター格納庫となっており、またその後方の五看板は、 ヘリコプター艦板とされている。本型はオーソドックスに、艦首に一機の手法を有する。線路の前端には多く、CIWS が設置され、その後方に一段下がって、環境構造物が置かれている。環境構造物の上には、通例、手法用の射撃式装置が設置され、その後方の全部マストには、低空警戒、対水上レーダーが置かれる。また、 環境構造物工法の上構え上には、艦隊艦ミサイルの発射塔が設置されることが多いが、オーストラリア海軍のアンザック級がハープーンを追加搭載する際には、CIWS を設置していないこともあり、先導の前端に搭載した。VG 煙突の前方には、後部マストが設置され、しばしば、ここに二次元対空操作レーダーと、PDMS 用の射撃式装置が配置される。 その後方、ヘリコプター格納庫の直上には、PDMS 用の8連装発射機が配置される、ことが多いが、メッコ 200TN2B 型以降では、垂直発射化された。詳細は、メッコ型フリゲート運用状況を参照トルコ海軍、ポルトガル海軍、イリシャ海軍、オーストラリア海軍、ニュージーランド海軍。ありがとうございます。